さあやっていくかな、やっていこうかな。どうも皆さん、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。アザラシでございます。いやちょっと考えました。つくあそをね、つくろう&遊ぼうをやろうかなと考えていたんだけど、ネットの情報などを見ていると、もっとプロ野球チームには登場するけど、もうつくあその方には登場しない選手とかいうのもいるらしく、いやまあもっとプロ野球チームを作ろう、継続します。2年目のしつくシリーズ2年目、清宮が引退するまでやるわリアルの清宮が引退するまでこの実況続けます。そういうことにします。あのね、好きな選手がいなかったりするのね。新庄とかがつくあそにはいなかったりする。でまあいろいろ考えたけど、新庄とか栗山監督とかがいなかったりするから、それでちょっとんと思って、もっとプロ野球チーム目標つくを継続することにします。金がない、すごい金がないな。どうした、前回から随分間が空いちまったけども、随分時間が間が空いちまったけども、随分とね、この覚えてない。前の動画見返してから始めればよかったな。もう500万ぐらいしか出せないから、投資金が500万しか出せないよ。ちゅうことでね、まあペースをちょっと、早めてね、2週間ぐらいやったらゲーム見てっていう、そんなペースでしたけど、それはまあもうちょっともう今回はそれ遅すぎるなということで、ちょっともうちょっとじゃじゃっとこう飛ばしながらやっていこうかなと思います。すごい長いスパンでね、ゲームの実況をすごく長いスパンで見たときに、こう5年ぐらい経ってから見返したときに、まあ動画としてつながってるような、そんな感じにね、見やすいような感じにしていこうかなと思います。果たしてそんな言うようにできるかどうかはわからない、まあ、とりあえずこれはもしきよシリーズのあのデータのままいった3月1週前半でございます。どこに行って何をしたかとか、そういうのはもう前回の動画を見返してください。前回修理できないだと、前回の動画の最後のパートをね、見て、ちゃちゃちゃっと飛ばしたところをね、見ていただければ。ちょっと一つ後悔したのはね、つくろう選手で作っちゃったんですよ、吉田輝星を。入れるつもりだったのに忘れた。いや、修理したいだけなんだが、修理もできん。金がないぞ。まずいっすね。全く金がないっすね。とりあえず、まあ一旦初めにするべきことといえば、新人選手の探索かな。新人選手の探索をしましょう。まあ、今の状況だと、内野がちょっと手薄か。内野指定なし。じゃあ、まあ関東かな。とりあえず関東。で、まあ、なんでもいいや。これ、使い知らずの体力多い。なんでも打ち返すはこうだ。球よりも速くは足が速すって。まあ、こんな感じで。ちょっと投手よりも野手が少ないよね。ということで、野手難を危惧して。探索地域はこれアジア、オーストラリアってよかったと思う。ちょっとトレードの方を見てみましょうか。各チームに誰がいるかは大体把握しているので、まあその辺はいい。問題はうちから誰を出すべきかか。問題はうちから。そろそろおばんどう。安いな。7200万であんだけやってくれた。清宮、そういう気がしてた。このデータやり直すつもりだったんだった。いやー、もうしょうがないね。
小笠原をファーストに置いて、ちょ、ヴィンセント出すか、せっかくだし。ヴィンセント出して、まあ、誰でもいいんだけど、誰でもいいけど誰が欲しい。もうトレイは見えてるから、ヴィンセント今関で、外野、内野、外野、平し、サブローあたり取れたらいいけど、取れんな。どのぐらいでしょうね、ヴィンセントと。これカット案件だな。悩んでるところを、悩んでるところを見せる必要はないよね。カット案件だ。清水直樹、小野慎吾、小野慎吾とか取れたら最高だけど、違うな、最高すぎるな。もっとしょぼくていい、もうちょっとしょぼくていい。はい、ということでね、まあ、こういう感じでトレードしていこうかなと思います。うちから出すのは今関でいいのか、今関、ヴィンセント、門のこの3人を出す。門を出すのは非常に大きいんだけど、ここを出さないとトレードが進まないので、これ3人で磯部と結城を狙う。キャッチャーが野口の後がいないうちのチーム事情を考えると、ここにウィークポイントは、まあ磯部でも松山でもいいけど、まあ若さで磯部で、ピッチャーが先発1人出すんで、もうそれに代わる先発、今関の代わりがねえわってことで、これでトレードを申し込みます、これでトレードを申し込みます。まあいいトレードだと言われてるんでね、出すしかない。2人ピッチャー出して、キャッチャー1人出して、向こうからキャッチャー1人取って、ピッチャー1人出す、ピッチャー1人取って、ピッチャーとキャッチャーを1人ずつ取るか。そう、3対2のトレードちょっと損だけどね、まあ致し方なしでしょう。うん、致し方なし。ちょっとね、こう変えれたら変えたいよ。栗山来ねえかな、栗山。ガッフェが来たらな、絶対取るんだけどな。うん、まあ、特にこれといって見るべきかあれないな。こういうのはね、オーストラリアにコネがある選手を取るのがいい。いないね。やめとこう。今回は、特に人事に交代なしということでね。まあ、2週分ぐらいやるかな。前半、後半、前半、後半で。2週分ぐらい。うん。特にまあ、試合はいいでしょう。今回はね、そういう回ということでね、試合じゃなく、まあ、じっくりとこの、スタートするにあたっての、あれしていきましょう。度合いをしっかりピッチリに。スローカーブ上げたいけど上がるか、勝利上がるか、まあ、上がるっつんだ、上げてみますか。とことん春先だけのとことんキャンペーン。しかしこの辺の選手はね、上げると気がするんでね、気がされちゃ困る、気がされちゃ困るっていうか、またトレードに出すから、アホのようにアホみたいに投げさすか、アホみたいに投げさすか。去年のあの金村悟のごとく投げさせまくろう。これもうね、トレが見えてんだよな。調整で、ヴィンセントももう調子きついんでね、基本的にはこれでいいと思うけど、こうだか、キャッチャーか、キャッチャー練習しとくか。しときますか。年齢的に厳しい。もう控えのキャッチャーだからね。控えのキャッチャーにはそこまで無理はさせられない。小笠原、守備な、守備いらん。小笠原に守備など必要ない。金子誠いいですね。やはりいいですね。特にこれといってあげるところなしだけど、奈良原はまあ守備だけとことん、ここ
ここも守備だな。もう奈良原に変えて田中健介を出していかにはいけん、いけん時期になってきとるから、まあそういう感じで。森本飛距離はね、このやっぱこう見ると長打が、長打 D がちょっといただけないんで、まあ、長打 D から上げていく。まあサードはね、小笠原が入ってくれとるんで。サード小笠原な、いや守備固めだな。小笠原の守備固めに森本が入れるぐらいの守備になってもらおう、今シーズンのうちに。新庄はどこを上げるべきなの。まあまあ、もうあとはちょっと弱点を克服するぐらいで、何のあれもない、何の不満もない、不安もない。坪井もうちょっとコード上げた方がいいね、せっかく同意なんだから。どっち上げられるよ。峠を越した感とか言われてるな、本当は出すべきなんだろうけど、もう出すべきなんだろうけど、まあ、峠を越えたぐらいだとまだまだいける。稲葉な全然大したことないよな。この選手が本当に日本を代表する左バッターになろうとはこの時誰も知りようしがないわな。総力上げていきたいけど、まあしゃあない、こんな感じでしょう。2軍が多いね。そうか、これが今回取った選手たちか。この坂東逸郎とかいうのはこのまま活躍できつつ、うおっと、藤本もいいですね。何を見ていいって言ってるのは、やっぱ回復力と球速と。藤本上げよう、ちょっと藤本上げる。藤本上げて今関を下に下ろして、どうしよう。入れ替えで、藤本を上げて今関を下げる、こんな感じでいいでしょう。いや、こう見ると一軍の野手が少ないね、非常に少ないね。打撃戦し素質の波。いやー、清宮怪我したの、いった、あ、いたたた。何をしょんじゃろうな。清宮怪我させたらいかんでしょ、一番動画の肝なのに。清宮怪我したらいかんでしょ、何をしょおるんじゃほんまに。矢野、まあ矢野聡、ちょっと球威があまりに低いな。まああまりに低いけど、まあ投げ込みかな。ちょっと待ってよ、あの 本読むから、この選手どういう選手だったのかすっかり忘れてるわ。バンド、一郎、普通級効果 DADACDCCCCC だから、体力と球速ぐらいしか伸びんな。体力と球威と球速ぐらいしか伸び、この選手にコントロールをこれ以上つけるのはほぼバカと言ってもいいということで。次、掘った。ハヒフヘ掘った。掘ったひろし。早熟普通。そう、早熟だと。ただし、球速は伸びる。なかなかの選手取ってるな。なかなか、早熟普通か。うわぁ、育成難しいやん。まあいいでしょう。じゃあ、藤本、どんな選手なの。藤本秀夫。ハヒフゲホーのやつが多いな、今回取った選手の。ハヒフゲホーが多いわ。藤本光雄は早熟普通、こいつもか。しかし体力と球威、制球、ピンチが伸びる。藤本光雄だろ、藤本光雄。CSDADA、CSDADA。
なるほどな。非常に難しい選手を取ってます。これは難しい。これを森が育てるんだろう。森が育てる。何をすりゃうまく育つんだろうな。非常に難しいです。森重が球威制球に長けてるな。球威制球ピンチシュートカーブフォークカーブ球威これですな。これもカーブ練習をとことん。カーブなるピッチャーはカーブを上げるのがいい。せっかく森なるだから。石井ひろとしだったりはね、ストレートでいいよ。カーブ、シュート、フォーク、カーブ。カーブかな。清水スライダー上げたいけどな。スライダー伸びないんだよな。もうちょっと球速球威があればいい選手になると思うんだけど。シュートか。いや、シュート伸びんな。ミラバルにシュートを覚えさせる。フォークをシュートやな。シュートかって意味かな。シュートを伸びさせる。ちょっと待ってよ、清水をもう一回。もうめっちゃゆっくりやらせてください。最初だけこの、まあ焼きつく、やっぱこの育てるパート大事なんでね、ゆっくりやらせてください。ここで下手な育成をすると後々にも差し障るので、スライダー、カーブ、フォークがまんべんなく伸びていくんで。そうだな、フォークだな。まんべんなく伸びていくんで、フォーク、豊田のフォークも磨いていこう。もうちょっと落ちるフォークじゃないと、武器としては弱い。こいつのフォークでいこう。いい。宮本が逆にね、ちょっと微妙だな。スローカーブを育てるのは微妙。フォークの方がいいような気がする。フォーク。ちょっと待ってよ。宮本はフォークの適性があるのかどうかをちょっと見ます。岩本はフォークの適性は全くと言っていいほどないということでね、スローカーブを覚えさせます。スローカーブをしっかりとことんやらせる。スローカーブ、あとは OK。 これでいきましょう。多少怪我しても怪我した選手は放出されるという感想だけでございます。この調子でね、2週分ぐらいすっとばかして見てみましょう。いやー楽しいな。まあね、この話は次回話します。この話は次回話します。本当はもうね、ずっと買いたかったけどね。しゃあない。ずっと買うなんてことはできない。しかし本当に金ないな。下手したら積むぞ。すまないんだっけかな。グッズショップは多分売れたと思う、確か売れたと思う。確かね。知ったこっちゃねえ。金は酔い越しの金持たねえ。待ってくれ。すげえ打たれてるぞ。11安打。しっかり抑えてくれないとさ、他のピッチャーの練習もできないでしょ。モン投手が爆発炎上している。生駒、清宮はどうなったの。
お、新人が見つかったって。ちょっと見てみますか。アジア、オセアニアにも一人いる。とりあえず新人を見てみましょう。お金がないんでね、あの外人選手が来たところでね、お金がないんでね取れないんですけど。岡野忍、ほう、ダメそうだな。若いうちに才能開花って書いてある時点で全然地雷集しかしないもんな。グラウンドファースト岡野をちょっと見ます、チェックしてみますか。一応 B だしね、 B クラスだしね。あ、いい上を、ちょっと清宮も帰ってきたね。清宮も帰ってきたようです。さてと、まあ長打でしょう、清宮だし。ちょっと見てみますか。いや、まだ見ない。次週で見る、うん、次の週で見ます。そろそろ勝ってほしいけどな。こんなに勝てんかな。アスタメに興味が戻ってるわ、勝手に戻ってるわ。よし、まあセリーグ相手じゃない、こんなもん、こんなものよ、こんなもんよ、ざっとこんなもんよ。プロ野球の話題をしていきたいんだけど、まああまり入れてないね。プロ野球のキャンプが、キャンプイン、キャンプが始まりましたねっていうぐらいね。あまりハムの話題を今年は、アリゾナキャンプの方に清宮は行ってるから、一軍がアリゾナにいたらあんまり報道陣もね、そしてまあ注目のね吉田輝星なんてのは、あの沖縄だから、まあ一応まあ注目できなくはないけど、沢口と岡野、ろくでもなさそうな2人だな。まあ、沖縄にいるはいるんだけど、主力はアリゾナにいるから、なんかちょっと話題が分散しちゃうみたいな感じになっちゃうね。だからまあハムとしてはまあ今の時期そこまでのことはないけど、でも清宮は結構ホームランかっ飛ばしてて、ほーとは思ったね。この時期にしてはちゃん大剣かな。清宮がね、なんか柵越え結構連発してたから、今年はね、もしかしたらもしかするよっていう感じですよね。去年よりも多分活躍してくれるでしょう。岡野忍、早熟普通 CADBDDCCCCDBCCDBDBDACA。 ちょっとね、超だ C ってのは1年目から超だ C はなかなかなもんだけど、まあ、それだけだな、それだけ。1個も練習させてなかった。急速しかないかな、このピッチャー、この選手。よし、見てみましょう。どんな感じかな、どんな感じかなってみたいのに、下3人休んでるから、あまり見られんな。体力ある選手はこうやってね、長いこと練習できるんで、どんどん伸びていくかなっていう。体力ない選手はすぐ休んじゃうっていう感じですね。金子、今年いいね。今年いいね。今年なんか2割並ぶぐらい打ちそう、金子誠。清宮はまあこんな感じです。野口どうでしょうね。まあヴィンセントはもう無理かな、もう伸びるのは無理かなって感じ。カンちゃん、もうちょっと下まで落ちましょうか。桜井フォークさせるべきだったな。これ失敗した。伸びてんのかこれ。出ない具合で次進めるして試合見たら一旦ここまでにしますか。試合見たらって見ない、試合をこう飛ばしたらこれで
一旦セーブ。次回はまた2週間後ぐらいにあげるかな。一応こんな感じで締まりのない入りをしますけども、もっとプロ野球チームを作ろう、もう式をシリーズの第2弾はね、第2年目もね始めます。2年目もやっていきます。動画のペースは少し1月に1個とかそういうペースで多分上げていくと思うけど、いいね、出ていけと思うけども、まあ長く続けていくシリーズにしたいのでね、そんな感じでいきます。うん、だんだんねこちらも忙しくなってきつつあるかもしれない。今年は4年生だから CBT とかなんとかそういうのがあったりなかったり、うん、勉強の方もね忙しいです。忙しい合間を縫ってね焼きつくをやっていきたい。焼きつくもやるし、焼きつく以外の実況ももちろんしていきたい。もちろんしていきたい。ちょっとこれ、ね、今経営見たらだな。球場が21試合しか持たないし、もう修理しなくちゃって時期に差し掛かってますね。新しく入った。もう、2人の新人候補を、ちょっと見ておきましょう。岡野沢口、基礎。三塁手2人。基礎早熟普通、顔だけ見とこう。18歳、基礎早熟普通、体力 DC、 高打 DDCA、 長打 DC、 走力 DS、 チャンス CS だけど、肩 DS、 補給 CC、 三塁 CS、ちょっと微妙かな。まあまあな高打力と走力を持ってるけど、体力なさすぎるのはちょっとやばい。沢口。茨城、普通持続タイプはいいよ。で、CBCDCD だから、最初から高打が C ある。で、長打が DS だから、まあまあ長打がこれから伸びていく。走力 DA だから、走力もまあまあ速くなっていく。肩が最初が CC で C だけど C だから伸びない。補給は DS だから伸びていく。三塁 CS だからまあまあいいってことで。沢口これ悪くないね。普通持続タイプだから。頑張って育てたら、まあまあ、まあまあになる。任せる。お任せします。ということでね、うん。まあまあ、新人もちょいちょい発掘しつつの。もう3人見つけてくれたからね。中断。3人も見つけてくれたから星を探してもらおう。関東で キャッチャーあんま見つかんないんだけどね。通例あんまり、まずそもそも人数が多くないからそんなに見つかんないんだけど。ということで、まあここまでします。また1月後か2週間後かそれぐらいになったら動画上げると思うので、その時までお楽しみにということでね楽しみにっていうほどのものではないけど、まあ、パパッと飛ばしたらサクサクってやっていきます。うん、まあね、最初からね優勝と日本一を、ペナント優勝と日本一をしたこのチームが2年目で2連覇しないとは思えないんだけど、2連覇しないとは思えないんだけど、まあ何が起こるか分からんから、まあ、ゆっくりと清宮の成長を見守っていきましょう。ほなまた。